良さそうでしたね。抱き心地が良さそうでしたよね。あれ軽すぎてもポンって飛んじゃいそうですしね。やっぱりその土着の神っていうものに対する人々のこう愛着はすごいですね。神様を抱いて歩けるってすごいことですよね。僕はあの若い頃歩いてまして、うん、あの円空さんの仏像を、はい、あの触っていいですかって言ったら必ずいいっておっしゃるんですよね。普通の仏像ではね、触っていいって絶対言われないですよね。それも大変なことになるから、触っていいんですよ。なぜこれほどまでに円空は土着の神にこう思いを寄せたんでしょうかね。私たちの土着の神というと日本列島にまあ何人かとか何柱とか、うん、そうたくさんはいないと思ってるかもしれませんけど、うん、本当は村ごとに集落ごとに全部それぞれ小さな神様たくさんいたと思うんですね、うん、そういう神様たちが歴史の中でだん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 こう一つの神様に統合されたりとか潰されていく歴史があって、近世になるとほとんど非常に薄いものしか残ってない、うん、それをもう一度元のところへ戻そうっていう意識があった気がするんですよ、うん、そうですよね。本来アミニズムってやっぱそういうものですからね、おっしゃってアニミズムって神羅万象全部に魂が宿ってるわけですから、うん、ひょっとしたら全てが神様ですから、うん、もう全てそれを一個一個掘っていけばすごい数になりますよ、うん、すると御神体っていうのはやっぱそういうものの表れなんですね。ですから神とか仏とかあまり関係ないんだと思うんですね、うん、この世で一番神聖なものをそのまま感じたままに素直に表すとひょっとしたらこういうものが生まれるかなって気がするんです、うん、僕もそう思います、うん、神とか仏っていうのは後からつけた名前であって、うんうん、後からつけたこうあの理屈であるという、うん、だから人間が、うん、そう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 、どんな心持ちでいればこれが掘れますか、うん、僕まだ掘ったことないですからどんな心がいいのかってよくわからないですね、うん、ただやっぱり、まずはやっぱり、赤ちゃんのような、あ、うん、赤子のような心でしょうね、うん、何もこうこうしようとかああしようとか思わずに、うんうん、そう求めないっていうんですかね、うん、なんかこう無垢な感じで、そうですね、うん、だから木自身にもその求めない、うん、いい木を欲しいとかこういうふうに、うん、掘りたいとかも求めない、うん、あの最近はですね、うん、その円空の展覧会なんかが開かれますとね、うん、若い女性なんかも、うん、あの訪れるということで、うん、まあ、あのすごく人気があるということなんですけど、うん、私はあの円空ほどですね仏像ってお約束から遠いところに行った人はいないと思うんですね。やっぱり一種の枠組みがあって仏像っていうものがあるんですけど、円空仏の場合は別に仏像でなくてもいいというか、もうまさにあの彼が感じたまま自然の力をそのまま表現してますから、変なあの枠組みもないし変なその分け隔ても何もないので、直にその自分自身と対話できる気がするんですよね、うん、それが人を引きつける気がするんですけどね。円空というのはですね、日本の仏像の歴史の一番最終的な到達点にいると思うんですね。最終的な到達点、同時にそれが仏像が生まれてくる前の資源の状態とほとんどイコールになっていて、うん、まあ例え話でいけばこうぐるっと回って一周して、うん、その一番最初と一番おしまい、このほとんどイコールの関係、そこに円空さんがいる気がするんですよね、うん、ですから時代を超えていろんな人がこう素晴らしいというのはそこなんだっていう、うん、最初とおしまい両方持ってるからって気がするんですけど、うん、堀さんはどうですか。はい、僕はあのどういうんですか、あの円空さんの仏像っていうのはこう位の高い仏像でなしに、うんうん、で僕らと位の高い仏像の間をこう行き来してくれてる、そういう仏像 だと思うんですよね、うん、だからあのだからみんな大切にできるっていうか、うん、お話ししたり、うん、一緒に酒飲んだり、うん、そういうことができる仏像を置いておいて、しかもまたある時行ったら、うん、また、仏像としての役目も働くし、うん、またある時は僕と一緒にお話ししてくれるっていう、そういう仏像だと思うんですけどね、うんうん、どうも今日は本当に楽しい話ありがとうございました。ありがとうございました。60歳を過ぎ高架山を立った円空は自らの最期を覚悟していました。
1695年、円空はここで生きたまま塚に入り、仏となります。塚には空気を送るための竹の筒が刺してあり、しばらくは読経の声が聞こえたといいます。64年の生涯でした。その数年前、死を覚悟した円空が自らの集大成とも呼べる仏像を残しています。十一面観音像と全財童子、そして全如龍王です。三体の仏像は一本のヒノキからできています。円空はまず木を真ん中から縦に割って二つに分けたようです。その一つで十一面観音を作り、残りの半分をさらに二分してあと二つを作っています。諸国を巡り辺境の地を遊行した円空、最後に自らも木と一体となる姿を表したのでしょう。